そうで、なんか うん、そっちを問題視するように、自分がそういう、うん、そう生きていきたいっていう生き方をしてたら、うんうん、それでうまくいくんじゃないかなっていうふうに今思ってて、なんかその周りをどうこう変えるとかそういう大それたことではなく、自分自身が、やりたいこととか、ワクワクするようなことをただこうやっていったら、なんかそう、なんかそういう自分が好きなことが好きな人たちが周りにいるみたいな感じで、そのご縁が広、すごく今もね、その広がっていって、なんかそのことが、そのつながりがを感じられるっていうことがすごい幸せ。はあ、すごいね。だから今、かよかよさりげなく一つ答え言うてくれたけど、あ、そうかと思ったけど、要はそうやんね。常に常に今ここで、ちょっと自分が好きなものを選んでいったんやね。うん。要するに自分が気に入るものを選んでたわけやん。うん。うん。で、言うたら今まではその問題を見て、ああこれが問題、ああもっとこうしなっていう嫌い、問題考えることでもともと嫌いやったはずやのに、その嫌いな問題をずーっと見て、嫌いな問題を見て、嫌いな問題を考えて、嫌いな問題を考える時間でいっぱいにして、嫌いなものばっかの中で生きてたわけよね。うんうん、でもそれがちょっとやめて、こっちの方が好きやもん、私って。問題考えるの嫌いやもん。こっち私問題考えるこのこと考えてるのが好きやもん、と言うて、好きなものを考えるようになったわけよね。好きなものを見るようになったわけよね。好きなとこに行くようになったわけよね。好きなことをするようになったわけよね。そうしたら、ああ、全部周り好きなもんばっかりになってったって。いうことやね。そうです。だから、世の中の人超面白くて、私、いやいや、ほんまに、またこんなんしなあかん、これしなあかんのよ、もう、とかやったりとかさ、よく、たまに俺も喫茶店とか行ったら、一人でコーヒー飲んでたら、周りのお母ちゃま方の会話よく聞くのが好きで、わざわざこう楽しい会話してたのに、あるところから突然、なんか話題がさ、誰かの話をちょっとこう悪口言うてる感じの会話が始まるわけよ。あの人さ、最近こうこうこうでこうらしいわよ。嘘、またあの人のことだからこうなんじゃない、そうなのよ、きっとそうよね、本当にもう嫌よね、腹立つわよね、みたいな会話をさ、わざわざその人そこにいないのに、わざわざ目の前に大好きな友達って大好きな会話してて、わーって笑ってたら、それでよかったのに、わざわざゲストにそこにいない大嫌いな人連れてきて、大嫌いなことを頭で思い浮かべて、腹立つことを思い浮かべて、あいつもーって言うて、いっぱい嫌いな時間に変えて、もうムカつくってやってんやろ。もうあれの構造がもうすごいなと思って。そうやね。ほんでもう、あんな人にはならんとこうなとかで、もう目の前嫌いな人の映像でいっぱいにするわけよ。な？もうよく言うんやけど、朝出勤するときに、もう太陽が綺麗なわけよ。その太陽を見ながら、うわぁ、今日もいい日やな、綺麗やな、いい天気って、幸せにいたらいいのに、車運転しながら、うんうん、今日は連休明けで溜まってあの書類仕上げなかん、長いことコロナの影響で連絡取れてた、あそこの会社に言わなきゃ、またあそこのこと、ちょっと気使わなあかんしな、どうしようかな、うまいこといくかなって、この嫌なことを考え続けて、それでいっぱいに埋め尽くす人もいるわけや。うんいや同じ出勤の時間なんやからよ。そしたらなんか今だけでもなんか、まあこの後嫌なこと待ってたとしても、今のこの気持ちのいい風を感じて、気持ちのいい日差しを感じて、過ごしてもいいよねって。でもみんなわざわざ、わざわざ、わざわざ嫌なもので固めて嫌なものを味わい尽くして、はぁーってやる時間増やすねんな。うん。だから、かよかよさっき言ってくれたみたいに、その時間から自分が卒業した。うん。と思って。だから、かよかよのそれさっきのすごいシンプルで面白い答えやなと思って。だから、好きなことを選んでやりだしたのって言って、気持ちのいいものを増やしたの、気に入るもので多くしたのって言って。そしたら気に入る時間が多くなったから、気持ちのいい時間が増えて、すごい気持ちよくなって、すごい楽しくなって、ものすごい幸せになってるのみたいな。そらそうだ、みたいな。いたって答えはシンプルなのよ、うん、やっぱ世の中の答え。うん。うん、うん。うん。そうね。このコロナのこの自粛で、いろいろ気づきがいっぱいありましたね。
だこの自粛が終わってからの過ごし方を変わると思う。うん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 。なんか元に戻るんじゃなくて、そう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 。自分がこうやりたいことを選んでいくんだろうなっていう。うんうんうん。だから一応日常みたいな、前までの日常みたいなのは帰ってくるんだろうけど、もうすでに進化してるかよかよになってるから、同じ日常であったとしてももう同じ日常じゃないのよ。すごい進化してるかよかよが歩んでる日常になってるんだね。うん。ああ、面白いね。はあ。だから、でもやっぱそれでええんやわ。それがシンプルな答えや、好きなことするんやわ。うん。で、みんなは複雑な答えを選択しちゃって、シンプルに、そっか、楽しいことしようってなりゃええのに、もっと複雑にして、どうやったらこの嫌な気持ちから脱出できるのかしら。って言うて、また考えたくない悩み事をここにまたいっぱい並べ始めて、私はいつもこうやって考えるから、そうよね、こうやって考えてるから、もうこれがいけないのよって、また考えたくない時間で、こう埋め尽くして、楽しまはね。ある意味楽しんではやるんかもしれない。楽しんでるんだ。もうでも本当に楽しい好きな方で固めた方がいいよね。うん、そうなの。そうそうやね。あ、それはすごい大事なことやないやろなと、なんかもう聞きながらしみじみ思ったね。そうやな。だからそのかよかよの動き出したということ、そしてさっきまでの身軽にしていった、もうほんな過去のこと一緒に考えるの、だって考えたくないやもんね。だからもういいや、もういいや、もう過ぎてるし、いらん、終わりって言うて、シュッと次動いてるから身軽やんか。でそんな身軽な自分だから、自分が欲しいもの、望むものを、あ、これも持っていこうって持てるようになったやろね。今までは嫌なものをいっぱい抱えてたから、ちょっと待って、この手塞がってるから今これ取れへんわっていう状態や。あ、そう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 、うん、なんか余計なことまで考えてたから、なんか本当にやりたいことが考えられないというかできなかったんです。そう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 、なんかこうキャパがあると思うんですよ、自分の中の、その中で、どうでもいい余計なその心配事ばっかり考えてて、そうそうそう、だから本当はなんかこうやりたいことで埋め尽くしたらいいのに、心配事が半分以上こう占めてたから、もうなんか自分のやりたいことが何キュッて、もうこれぐらいしかできないんで。だからかよかよが今言う、これなんか音声やったんや、おやるね。でキュッてちっちゃくしてたっていうね、ことやね。喋りながら、気づいた。そう、だから、かよかよが今いい言葉でキャパっていう言い方してくれたけど、そうね、キャパってイメージするなら、カバンみたいなもんなんよ。自分が背負えるカバンなのよね。で、自分が背負えるカバンには入れられる荷物がさ、決まってんのよ。で、かよかよが今身軽になって、すごいいっぱいいろんなことをやれるようになったのは、なんでかって言ったら、そのカバンに、今のかよかよの言葉借りるなら、そのカバンに好きなものをさっき詰め込み出したのよ。ね。で、前のかよかよはそこに先に心配や不安やちょっとなんか気になることを先に入れたのよ。だから、カバンのスペースちょっとしかなくなってもうて、自分の好きなことがこんなちっちゃーくなったら、これをピッて入れてたんやね、今までは。今のかよかよの説明。でもそれを一旦ブラーって外出して、ガーってひっくり返して、カバン空っぽにして、よーしって言って、これ大事っていうものから入れ出して、で隙間にちょっと考えようかなっていうことが入ってきたんやね。そうそうそう。そうなんだ。だから一番大事なものからカバンに入れなあかんのに、みんななんかね、あれこれどうでもいい小さな石とか砂から入れていくね。ほな気づいたら、それでカバンいっぱいになって、この大きな石が入らへんやんか、もうどうすんのよみたいになって、って言うてるわけよ。なんかただこの家にこのいて、こう一緒に過ごす時間とかがすごい幸せなんですよ、今。おお、だからそれに気づけたこともすっごい幸せよね。家にだからずっといるようになったからかな。気づけたっていう。結構今までずっと出っ放しで、仕事とかで外に出かけることが多かったから、家にで過ごせてることがすごい幸せ。ね、家族と過ごせてることが。そう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 。
だからあの青い鳥と一緒やってやつ。青い鳥はどこ、だから外に出かけてた時は外に出かけてるから自然とこう探したけど、この喜びはこの楽しみは何だろうって探してた時に、でも結局かゆかゆ自身がすごい大好きなものがちゃんと足元にもうすでにあったということを、まあすごいたっぷりと感じれる時間があって、うん、あ、私はこんな幸せなとこはもうここにあったっていうふうに思えてるから、ますますなんか大事なものが一番にカバンに入れてるから、よし、じゃああと何しよっかなっていう、その次のカバンに入れたいものに、今、なんかそれをこう、探してるっていうのかな、見つけてるっていうのかな、うん、何なんだろうって余裕を持って考えれるよね。一番大事なものをさっきカバンに入れたから。うん。うん、だから、いい、あれなんよね、うん。うん。で、まだ、その答えは見つかる必要なくって、きっと今そうやって歩き出している先に、なんか突然、ポンってなんか分かったりとか、なんか、あ、これが私のやることやったんや、みたいに。まあまあ、出会うんやわ、そういうふうになってんや、そういう人って。うん。だから、結局そこへたどり着くね。そうそうそう。うん、ただそれが今何か分からへんねん。分からへんし、なんかすごい、なんか、僕ら探し物するときってなんかすごい大きなものを探しちゃうけど、思っているよりそんなでっかいもんじゃなかったりするしね。その、それこそコロナで家にいて、ああ、家族といる時間ってこんな幸せだったっていうようなぐらいにさ、すぐそこに足元にあったなんかものがとんでもなく大きな幸せだったみたいなぐらいに、なんかそんなものかもしれんねん。僕らが探してるもんって。俺の使命ってなんだろう、僕らのやることってなんだろうっていうのは、意外とそのぐらいシンプルなものかもしれない。なんかそんな感じが。するなぁと思って、それはもう僕もわからんもん、僕自身もけど、なんかとりあえず歩いてるこの方向になんかそれらしいものはなんかあるんやし、多分その一部を今はやってるんやろうなぁとは思ってる。あ、そんな感じなんや、深木を。そんな感じ、わからんもん。もうこれみたいなのがあるのかと思ってた。とりあえず今はこの、なんかね、この方面っていうのはあるのよ、やっぱり。こんな風にみんなをっていうのはあるよ。でも、これとか言うだけじゃないよね。これもあれもこれもってあって。でも、そういう総合的な道があるみたいな。なんかそういう感じ。最終的にこれっていうのも、ぼんやりですか？多分この先にあるんやろうね。でも、いや、きっとみんな分からへんのちゃう？なんかすごいことやってる人も。でも、なんか、そんなんがあるとだけ、うっすら思ってて、なんかね、なんかね、そう思えるのは、俺、その、教師辞めるときが一番わかりやすい話なんだけど、20年間教師やってて、俺、先生辞めるなんて一度も思ってなかったし、俺、将来、教頭すんのかな、校長先生とかやるんかな、いや、俺、似合わへんわーとか、いろんなことは考えてたよ。なんか、この方面でとか思ってたけど、でもある日突然、俺先生辞めるんやって、なんかある日突然自分の中からわけのわからん、そんな俺辞めるんやみたいなわけのわからんのがふーっと上がってくるわけやんか。ほんでそれに下がってほんまに辞めるわけよ。でもそれって1年前振り返った時にそんなこと想像もしんかったし、そんなこと考えもしんかったやんか。わずか1年前ですら想像つかんかったことが一年後起こるんやから、この先、3年後、5年後、10年後、20年後、俺絶対考えられんって、その時に思ったのよ。そんなことを考えるだけ無駄やと思っちゃったのよ、なんか。なんかその、あ、俺、先生辞めるんやっていうのを、何回もそのお話で聞いてるけど、なんかそれを私も、なんとなくそのヨガインストラクターに対して思ってるとこがあって、っていう。やろうね。なんかそれちょっとすっきりしたわ、今。なんかそんな気がね、あのね、いやだから、要はなぜかよかよを紹介するときにヨガインストラクターと言わなかったのかっていうとこはそこやんかよ。なんかかよかよ、なんか、じゃ、それは分からへんよ。ヨガを、なんか、やめるとか、そういう意味だけじゃなくて、
ヨガを含めた何回なのかもしれんし、このヨガの上に始まるんかもしれないし、ヨガを取り混ぜたものになるかもしれないし、全く違うものになってるかもしれないけど、でもなんか、なんかやろうとしてることはもう今もヨガでもやってんねん、うっすら。そう、なんかなと思って。だから、わからへんねん。戻るんかなって思うと、ちょっとなんか違うような気がする。違うね、そう。分からへんねん。分からあのだからね、最近俺夢を例えるときによく結婚相手と一緒って言ってんねんけど、僕ら夢って描くやん、とりあえず。こんな感じとかさ。もう僕もこんな感じを描いてるし、こんなのあったら面白いなってやっぱ出てくるわけやん。でもそれはやっぱ自分の夢やから出てくるんだよね。それって一緒やと思ってて、僕は昔、結婚するって夢見てたわけよ。結婚する！うん。でもその時に、結婚するって夢は描いてたけど、どんな人かは知らんかったしね。どんな人かは分からんけったけど、きっと綺麗な子と幸せな結婚をするとだけは描いてた。でも誰かも分からない、いくつの子かも分からない、どこで出会うかも知らない、どうなるかも分からないっていうのはあってさ。まあ、とりあえず結婚したわな。っていうようなものやと思ってんねん。結婚するっていう夢は描けるんだけど、結婚相手は分からへんみたいなものが夢ちゃうかなと思って。だからなんか将来こんな感じに行く。でもで、なんかね、それは分からないものなんじゃないかなって。で、それでいいんじゃないかと思ってんの。こんな感じで行くはある。そうか。僕そう思ってるね。もちろんこうなるって描くのもありやと思うで。でもそれはだから、今の今日のここを歩いてる私だから思えた。し、今日私が知ってる範囲で想像できた夢だから、そう出ただけであって、ね、今年1年とかこういうコロナの経験を積んだ瞬間に、また新しい発想とか、新しいなんか、あ、やっぱこういうことしたいっていうのが出てくる人もいると思うよ。それでいいと思うよ。だから経験踏まえたり、自分が歩き続けていくと、絶対変化するよね。そういうものじゃないか、と思って。そんな感じ。なんかでもね、その、まだそのなんとなくそう思うを、これちょっと、迷いがこれに従っていいのかなっていうね、ってとこが出てきちゃってる。あるよね、うん、でもな、それに従っていいかどうかはな、それに従ってみんな分からへんのよね。それに従っていった地点と、それに従わなかった地点、もっと言ったら、それに従って明日する行動と、それに従わずして明日しない行動は全然違う答えやし、両方とも経験することはどうやったってできないのよ。わかる？だから、A さんという女の子と付き合ってから結婚するっていう人生と、A さんという女の子と付き合わずにして結婚するという人生、両方経験することは絶対できないのよ。ということは、もうとりあえず自分が選んだその道を、これでよかったんだって楽しむしかないじゃんって。あっちやったらどうなったんやろなぁ。わからんし、意外とどっちの道もその先実は結局一緒になってるかもしれないし、それすらわからへんねん。それすら両方経験することはできないから。だから、もうなんか、したかった方を選ぼうが選ばんまいが、なんかもう選んだらそれでいいよね。で、選ぶっていう字が、そういう字になってて、己、己、共に進むって書くのが、選ぶっていう字や。ほんまや。あれね、選ぶっていうのは己が己と共に進んでるだけやねん。誰と進んでるんちゃうねん。己が己と共にこれだと選んだ、それを言ってるだけやから、もう自分の中にしか答えないねん。どんなに外に答えを求めても、もう己しか無理やわ。っていうことを選ぶっていう字は教えてくれてるんだなって思って。だからこの先かよかよは行くようにしか行かん、行くとこにしか行かんはどう選んでも、まあでもその時その時で自分が、そう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 。
したいっていうことを選んで、うんうん、そうやね、